モクテスマ二世、モクテスマ二世、モクタズマツ四1466年から1520年7月1日、または、モンテスマ、モンテスーマ、モテクソマ、モーテキアハーツオマは、メシ家族のアステカの第九代の君主、在位、1502年から1520年。ナワトル語で、若き君主という意味を持つョコヨチン、ん、ョコヨチンの名でも呼ばれる。彼のの間に、 メソアメリカ文明とヨーロッパの最初の接触があり、最後はの過程で激怒したアステカ市民から無数の石を投げつけられて死亡したエルナンコルテス部下のスペイン人に殺されたとの遺説もある。在位中には積極的な遠征と中央州喧嘩を進め、アステカの最大半島を築いた。1502年、テノチキトランにおいて35歳で大いに就いた彼は、 おじで全王のアビィツトルが採用した官僚に変え、由緒ある家系の者のを登用した。メシ家族は1428年以来、同言語群で異民族の国である、テスココトラコパン、タクバと三国同盟を結んでいた。1504年、モクテスマ二世は、ジャルコにあった、テスココの領地を占領し、1516年に、老いのカカマツイを、テスココの君主に据え、 中央集権下を図った。1519年、エルナンコルテスラ・コンキスタドールがアステカに訪れた。この年は、アステカの暦で、イチゴアシの年と呼ばれ、メシ家族にとっては、イケニエの習慣を嫌う神であるケツァルコアトル、ウモウヘビが帰還する年でもあった。この出来事の10年ほど前からアステカでは、不吉な予兆が見られており、北の夜空に水星が現れたり、 火山が爆発してスココの湖が煮えたぎるなどの現象が先生術師によって厄災が起こる前触れと判断された。この先生術師たちは悪い言葉を運んだ者を殺せば厄を防げるという観念からモクテスマ2世によって縛り首にされたとも餓死させられたとも言われる。テスココの領主でありモクテスマ2世の助言者であったネサワルピリも悪夢から厄災を予言している。 1519年11月8日、モクテスマ二世は、カカマツインの兄弟で、イスタパルパ領主のクイトラ枠の案内で、テノチキトランにやってきたコルテスに初めて出会った。この時、コルテスは、モクテスマ二世と抱擁しようとしたが、同席していたカカマツインとクイトラ枠に止められたという。コルテスは首にかけていた、ガラス玉を外して、モクテスマ二世の首にかけ、 モクテスマ二世も巻貝の殻でできた首飾りをコルテスにかけたという。モクテスマ二世は、それまでスペイン人に呪術をかけるため妖術師をコルテスの一団に送り込んだが、いずれも効果がなかったため、コルテスをケツアルコア取る神の使い、もしくは神そのものと信じていた。コルテスは、メシ家族が最高神と崇める存在であり、生贄を要求する、ィチロポチトリ。 南の蘇生した戦士と、テスカトリポカ、噴煙の鏡の神殿に案内され、そこで池に家から取り出された心臓土地で汚れた祭壇を見せられた。また、モクテスマ2世はケツアルコアトルから譲り受けた王位を、コルテスに返還すると言ったという。しかし、コルテスは、あなたのアガめる偶像は、我々が悪魔とみなす存在である。あなたの神殿に、聖母、 マリアの像を建てさせて欲しいと語り、モクテスマ2世を困惑させ、彼はそれを拒否した。するとコルテスはいくつかの心臓を階段から落として破壊した。11月14日、コルテスはもともとトトナコ人の土地であるベラクルスに、気づいた都市に対し、税金を納めないトトナコ人をかくまっているとして、メシカ人の総督、クアウポポカが攻撃したことを口実に、 モクテスマ2世を遊兵し、その後有力者となったカカマツンを反乱を企てたとして捕獲した。コルテスは、モクテスマ2世により1519年に宣戦され、三国同盟に反感を抱いていたトラスカラや、モクテスマ1世の時代に侵略された恨みを持つチャルコ、さらにテパネなどを味方につけており、アステカ王国を征服する可能性を見出していた。 そして1520年5月16日、テノチティトランの神殿で取り行われていたテスカトリポカの祭礼のため一堂に待った最高位の神官と貴族をコルテスの部下のアルバラードが虐殺したという。この襲撃自体にはコルテスは関わっておらず、コルテスの全く知らないところで行われたためコルテスは激怒だという。 この事件以降ボートと化した、メシ家族を抑えるためコルテスは6月29日、モクテスマ二世に神父を派遣し、攻撃者を説得するよう要求した。モンテスマは、アステカの兵士の前に立ち、攻撃の中止を訴えた。だが、アステカ軍の代表は、モンテスマ二世の前に進み出て、涙を流しながらこう述べた。我々はもう新しい王を選んでしまいました。 我々は分身に、あなたの安全を毎日祈願しています。だが、我々は、戦いの手を緩めることはできません。しかし、もし神々のお心通りこの戦いが終われば、その時こそ、あなたを、再び王として迎え、前にも増して、尊敬を捧げるでありましょう。そう言い終わるか言い終わらないうちに、モクテ手マ二世に、雨のような石と投げ槍が投げられ、 彼の頭部や胸部を直撃した。最初は致命傷には見えなかったが、翌日には傷が元で息を引き取った。コルテスとの出会いから約半年後の出来事であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。